明日から明後日にかけて広い範囲で雨が降りそうです吉野さん強く降るところも出てきそうですね、はいはい、特に太平洋側を中心に大雨に警戒が必要ということになります、はい、明日の天気図見ていきますと梅雨前線今日に比べて北上してくるという状況ですそしてこの梅雨前線に向かってこのオレンジ色で示された非常に湿った空気が流れ込んでくるといったパターンになりますこの湿った空気の流れ込む強さというのもかなり強くてですね、850、1500メートル付近の状況を見ていきます と赤い表示が出ているように湿った空気が前線に向かって強く吹き込むといったことが予想されておりますこのため雨雲が周辺では発達しまして明日の朝の時点から九州の南部を中心に活発な雨雲がかかるという状況になります場所によっては1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る恐れがありますそして前線の雨雲はだんだんと東に拡大してきまして午前中は九州を中心そして午後になりますと四国の太平洋側でも一部活発な雨雲がかかるような状況 そして8日の夜から9日にかけては東日本にも拡大していくということで東海ですとか関東の南部沿岸こういったところでも雨の強まる心配が出てくるという状況ですね。ね雨のまとまとった ようになっていきます予想される雨の量この2日間8日から9日にかけての雨量を見ていくと、はい、九州の南部鹿児島県の大墨半島や薩摩半島の南部そして種ヶ島薬島のあたりでは赤い表示ですね200ミリ以上というところが出てくる見通しですまた金半島の南部から静岡県といったところでも150ミリ前後を予想しております特に和歌山県静岡県は先日も大雨によって被害が出たばかりということになっております、はい、今回の雨前回 こほどの雨量にはなりませんけれども、一度被害が出たようなエリアでは、それよりも少ない雨量で新たな災害に繋がるといったケースも考えられますので、え特に警戒をしていただきたいと思います。はい、わかりました。今回の雨についてお伝えいたしました。特に太平洋側の皆様、気をつけてお過ごしください。